シェレンベルクの戦いは、スペイン継承戦争における戦闘の一つで、1704年7月2日に、イングランド、新生ローマ帝国同盟軍と、フランスバイエルン連合軍が、現在のドイツバイエルン州ドナウベルト近郊のシェレンベルクで衝突した。1703年に、フランス軍がライン川を越えて、バイエルン軍と合流、ドナウ川流域を制圧して、 帝国中央に駐屯している状態はオーストリアには見過ごせない非常事態であり、神聖ローマ皇帝レオポルト一世への命令を受けた中英大使、ブラティスラフ伯爵はイングランド軍をドイツへ進めることをイングランド政府に要請した。イングランド軍総司令官マールバラコー、ジョン・チャーチルはブラティスラフの要請を承諾して1七百四年四月にイングランドからオランダへ渡り、決戦に 消極的なオランダとオランダに接近しているフランス軍を騙してドイツへ進軍する困難な作戦に出た。5月にこの作戦は実行に移され、マール・バラコーはイングランド・オランダ同盟軍を率いて南下、ライン、川下流域を決戦場とすると嘘を流してオランダ政府とフランス軍を騙し、帝国諸公の援軍を加えながらライン側を襲って進軍し、 時折ライン側を渡るふりをして、フランス軍を牽制した。こうして6月に、ドイツ南部の帝国軍と合流を果たし、プリンツ・オイゲン及びバーデン・バーデン編脅迫、ルート・ビヒビルヘルムと戦略を打ち合わせ、オイゲンは、ライン側のフランス軍を釘付けにして、マール・バラコーとルート・ビヒビルヘルムは、ドナウ川流域の都市奪還で、占領地域を解放する方法を取った。フランス軍はオランダから、 ビルロア港、フランソワ・ドヌフビルが、ライン側の都市ランダウで、タラ・アルハク、カミー・ユードスタンと合流したが、同盟軍の後軍に騙された上。一方、バイエルン先帝公、マクシミリア2世イエマヌエルとフランスの将軍、フェルディナンド・マルさんは、ドナウ川北岸の都市、ディリンゲンに布陣して、同盟軍を待ち構えていた。同盟軍は、ディリンゲンの連合軍を無視して投進、オーストリアと、 北ドイツ諸公との連絡確保とバイエルニエの進行拠点にする目的でドナウベルトへ進軍した。ドナウベルトには北から東にシェレンベルクという高地が広がり、ここを制圧すればドナウベルトを狙い撃ちにできる位置にあった。砦にはマクシミリアン二世の家臣であるヨハンバプティストフォン・アルコ伯爵とイタリア人のマッフェイ、コアレッサンドロ・シッピオネが一万三千人の兵で、 呂上していた。7月2日の夜に同盟軍はシェレンベルクに到着、すぐさま攻撃に移った。ディリンゲンからの増援が到着する恐れがあるため、準備を整える余裕がない同盟軍は短期決戦に踏み切ったが、丘を登って防御が固い砦の北を攻撃した、イングランド軍の被害は大きく、帝国の将軍リンブルク・シュティュルム・ハクヘルマン・オットー2世が、致命傷を受けて戦死した。しかし、 守備側が兵力を北に回したため、北西側に進んだルートビヒビルヘルムの帝国軍は、砦に侵入して、バイエルン軍の側面に回り込んだ。イングランド軍も攻撃を続行、バイエルン軍は砦を放棄して、同盟軍はシェレンベルクを獲得、ドナウベルトも抵抗を諦め降伏した。ドナウベルトの占領により、同盟軍は帝国との連絡路を確保。 リリンゲンのフランスバイエルン連合軍は南へ交代してアウクスブルクに移動した。勝利の割に犠牲が大きい。この戦いでマール・バラコーは避難にさらされたが、バイエルン軍の交代でドナウ川は同盟軍の手に入り帝国は一時的に危機を脱した。戦後マール・バラコーはマクシミリアン、タラールの後を追って、オイゲンも同盟軍に合流、アウクスブルクから 連合軍が出撃して、同盟軍も迎え撃った。以後の経過と戦闘前後の両軍の行動については、ブレンハイムの戦いを参照。ともきよ、P97P107、マッケえ、P94P101。ともきよ、P107P114、マッケー、P101P105。ありがとうございます。